私は高速駆動が可能な分割橋の開発をしています。これが実現できると、鏡を用いた光操作を行うさまざまな機器の性能向上が期待できるだけでなく、分割することで高速駆動を可能にするという手法を機械開発の新しい手法として提案することができると考えています。機械開発に必要な幅広い知識や能力を身につけたくて機械系を選びました。周りの友達もすごいレベルが高くて、いい刺激をいっぱい受けています。私は研究者として自分が面白いと思うような研究にずっと携わっていきたいと思っています。ジョイナスアトミクテック、ブレインサイエンス&テクノロジー・ユニバーシティ。はい、それではただいまより2024年東京工業大学工学院機械系大学院説明会を、始めます。私本日司会を担当いたします、工学院機械系の土方と申します。よろしくお願いします。本日のスケジュールをこちらに示しております。まずはじめに、機械系の紹介を行った後、機械系大学院から進学できる、以下の5コース、機械コース、エネルギー情報コース、エンジニアリングデザインコース、ライフエンジニアリングコース、それから原子核工学コースについて、紹介を行います。その後修士課程大学院入試説明を行った後、最後のパートでは、皆様からいただいた、ご質問に対する回答を行います。なお質問につきましては、お手元の画面のこの Q&A のボタン、から、入力することができますので、上記1から3の説明を行っている間に、質問したいことを、お気軽に、入力しておいてください。なお右の QR コードにアクセスいただきますと、これまでにいただいたよくある Q&A 書いてございますので、もしお持ちのスマートフォンで今アクセスできる方はこちらにもアクセスしてみてください。それでは早速ですが、大学院説明会開始したいと思います。まずはじめに機械系の説明について、経主任の井上博次先生、よろしくお願いします。はい、井上でございます。機械系全体の説明をまず、したいと思います。今年度の機械系の主任を仰せつかっております井上でございます。で、まあ、あの大学についてですけど、まあ、もうちょっとで変わっちゃうんですけれども、ただちょっと我々としては古い言い方ですけど、理工系総合大学と言っていて、まあ、すでにご存知の方多いと思いますが、この6つの学院っていうのがあります。で、工学院っていうのはそのうちの一つです。で、大学全体の規模ですけれども、学士課程の学生がまあざっくり5000人、修士課程の学生が4000人、博士課程の学生が1500人ということですが、これ全学年の学生の人数ですんで、学士課程はこれを4で割って1学年あたりまあ1200人ぐらいですか。一方修士の学生はこれ2学年で4000人ということですので、1学年2000人いるということで、学士課程よりも修士課程の方が人数、1学年あたりの人数が多いという特徴があります。で、これに対して、それで全部足すとですね、ざっくり1万人ぐらいの学生がいるということになります。で、これに対して教員は約1000名ということですんで、まあ教員1人あたり10人の学生がいると思っていただけるといいと思います。で、ただし非常勤の教員ですね、特任の先生だとか、非常勤って言っても何年かいらっしゃる先生もいて、そういうのを含めると1500人ぐらいになりますから、そうすると割合はその3分の2かな、だからだいたい6、7人の教員に1人の学生がいるというところになります。で、その他職員の人ですね、事務職員の人等々を入れると、非常勤の人を入れると大体2000人と
その他研究員の人が500人ぐらいいるという規模です。で、キャンパスは大岡山、それから鈴鹿家台というのが、この、キャンパスの広さを赤い字で書いてありますけれども、大体同じぐらいの広さ。で、田町にもキャンパスがあって、そこは他の2つの10分の1ぐらいの面積ということで、あまり大きくはないです。で、東京工業大学っていうのは、一応と我々としては1881年に作られた東京職工学校というのが起源というふうに考えています。要するに1881年が創立年と考えています。で、1890年、1901年というふうにこう、ちょっと格が上がって名前が変わってきていまして、1923年にはもう大学に昇格するということが決まっていたんですけども、関東大震災で延期になっちゃって、2029年、昭和でいうと4年ですねに、大学に昇格しています。で、まあもう皆さんよくご存知のように、今私東工大のことばっかり言ってきましたけれども、今年の10月に東京医科歯科大学と統合して東京科学大学というのに変わります。で、世界的にまあいろんなランキングがあるんですけれども、 QS 世界 大学ランキングの、まあ、エンジニアリング&テクノロジーという分野で見ると、39位ということになっていて、国内では東京大学に続いて2番目ということになっているようです。まあ一応100番以内には入っているというふうに考えていいんでしょうか。で、ちょっと古いですが、2016年に東工大の教育は大きく変わりました。で、結局何をしたかったのかというと、まあ目標はこうなんですけど、学生が自ら進んで学ぶというところを尊重しましょうということに変わりました。ですから、以前の学科とか、大学院でいうと専攻とかいうのの、そこで押し込められてやっているというのが、割と自由度が高まってきたと。ただ、勝手なことをいろいろやっていいというわけではなくて、自分が勉強したいということを自由に、比較的自由にできるように変わったということ。それから、まあ、研究の方も、社会の要請に応えるというようなことをやりやすくするように変わってきています。で、まあ、そういうので、これが2016年からやっていて、8年経ったところなんですけれども、今度また新たに、医科歯科大学と統合するということになっております。その中の機械系というのはどういう位置づけにあるかということなんですけれども、ちょっとこれ、小さくて見づらいかもしれませんが、機械系というのは、理学院が4つ系があって、工学院の一番上に書いてあるのが機械系です。そもそもこの学院っていうのが何かというとですね、多くの大学では工学部というような言い方をすると思うんですけど、それは学士課程のことを言います。4年間の学士課程のことを言って、大学院はなんとか研究科っていうふうな呼び方をするところが多いと思うんですけれども、法学院というのは学、いわゆる学部といわゆる大学院を一つにくっつけて法学院という名前になっています。ですから、学士課程でも大学院課程でも工学院は工学院です。で、まあそうすることによって、まあ名前だけかもしれないですけれども、学士課程から大学院までこう一つの組織で教育をするという形になっています。で、まあ知ってる人も多いと思うんですが、まず1年生に入ると工学院に入って、学士課程の2年生になるときにこう系に分かれます。で、まあ我々機械系もあります。で、大学院に進むと機械系なんだけれども、
ここに機械コースだとか、あといくつかコースがありますが、そういう、コースを選んで研究とか学習をしていくというのが、東工大の組織です。で、機械系には、機械コース、それからエネルギー情報コース、それからエンジニアリングデザインコース、ライフエンジニアリングコース、原子核工学コースという全部で5つのコースがあって、学生は自分のやりたいところを指導教員のと相談して選んで決めていくということになります。それから後で紹介があるかもしれませんけれども、今はライフエンジニアリングコースって言ってるんですけれども、来年の4月からは、このライフエンジニアリングコースというのが、人間医療科学技術コースというのに、そのまま名前、看板掛け替えるだけじゃないんですけれども、細かいことを除けば、ライフエンジニアリングコースというのが人間医療科学技術コースというのに変わります。これは、医科歯科大学との統合に伴って、ここを少し発展的に組織を変えようということであります。で、修士課程でどういう人材を育てたいかということなんですが、そんなに特別なことは書いてないですが、いろいろ世の中の問題の解決に貢献すると、そういうことができる人材を養成すると。それは社会的な視野で問題解決を図る創造能力を身につける。もちろん体系的な専門知識もそうなんですけど、それだけじゃなくて何かを作り出そうという力を持って問題の解決をするということを目指しています。少し細かく分割すると、本質的な理解を可能とする思考能力、問題解決能力、探究能力、それから国際的視野が論理的に説明できる。で、あとは強い倫理観が必要だということであります。で、機械系では、学術の分け方じゃなくて、それもあるんですけど、研究の、今やってる、それぞれの教員がやってる研究の分野に応じて、こういうグループ分けをしています。高領域ナノシステムグループとか、人間中心デザイングループとか、カーボンニュートラルグループとか、宇宙航空グループとか、先進ソリューショングループとかいうのがあります。それぞれの教員は、これのどこかで、研究をやっていると。でも一人の教員がね、本当に一つのことだけをやってるわけじゃないですから、形の上ではどこかのグループの、この、例えば一番上のマルチサイエンスフィールドにいるけれども、その人は、実はこっちに関係することもやってるよとか、こっちに関係することもやってるよとか、いうふうに考えてください。あまりこのグループとフィールドという名前だけで左右されないようにしてください。で、就職先はもう言うまでもなくいろんなところに行きます。いちいち説明するまでもないと思います。以上が機械系の説明です。で、大学院入試についてはまた後ほどご説明することにしたいと思います。続きまして、機械コースの説明を、再び井上先生よろしくお願いします。はい。本来なら、機械コースの、主任が岡田先生で、岡田先生からご説明いただくんですけれども、今日はちょっと、授業が別途あって、そっち岡田先生の担当ということで、代わりに私が説明したいと思います。機械コースのウェブサイトは、これだけ見てもちょっとあれかもしれませんが、2箇所あります。で、1箇所は、東工大全体で作っているウェブサイトの中の機械コースの部分。もう1つは、機械コースが独自に作っているウェブサイトです。で、独自に作っているウェブサイトは、主に、
実際に機械コースに所属していて、いろいろな連絡事項を見たい人が見るところと思っていただいていいので、機械コースについては全学のウェブサイトの中の機械コースのところを見ていただけばいいんじゃないかと思います。で、機械コースの特色ということなんではありますが、普通の機械系の、修士課程と思ってください。機械工学の中のどこかに特化して特別な色合いがあるようなコースではありませんって言い切っちゃうのもちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ要はいろいろな機械工学全般をカバーしているというふうに考えてもらえばいいです。で、まあここに書いてあるようなことはまあごくごく普通のことだと思います。下に3つ書いてありますが、要するに広範な分野っていうのは機械工学全般のことをやる非常に多くのところがあって、研究室があって、あ、ごめんなさい、ここ教授、准教授の数がちょっと変動してるかもしれませんが、教員の数も多いです。で、この今回の機械系の修士の入試で、はい、入学する学生の半分よりちょっと多くの人は、機械コースを選択すると。まあ、他のコースだと、教員によって選べる選べないがあるんですけど、機械コースはほとんどのその機械系の学生が選択することができますので、結果的にかなりの割合の学生3分の2ぐらいがこの機械コースっていうのを選択するというものです。まあ履修科目体系図って、これは学習案内というものに掲載されているんですが、いわゆる材料力学、熱力学、流体力学、機械力学、いわゆる四力学のところについて、まあ当然ですけど学士課程よりは進んだ内容で、こういうふうに科目が用意されていますし、制御、ロボット、メカトロ、それから精密、加工、生産、材料、宇宙工学、まあその他境界領域のものもいくつかありますけれども、こういうふうな授業科目があります。で、覚えておいていただきたいんですが、別に機械コースの授業しか取れないというのではなくて、他のコースの科目もある程度は履修することができますから、あまり心配しないでいいだろうと思います。あとは、いわゆる高級、まあ、ゼミだとか臨講だとか言うかもしれませんが、それは2年間通じてやってもらうのと、で、当然ですけど、2年間通じて修士論文の研究をやって、やるということがあります。機械コースの教員はですね、あ、これ古いな。ごめんなさいね。ちょっとスクリーンショットが古いんですが、全学の、ここですね、全学機械コースウェブサイトっていうところで、どんな教員がいるかというのはこういう画面で見ることができます。古いですねって言ったら、2番目の先生はこの間3月に定年になった先生がここに乗っかっちゃってるんですけれども、もしかしたらまだ更新されていないかもしれないですね。で、すでに、募集要項が出ているので、そこに名前が出ていない先生は皆さんの入試の時には志願できない先生になりますから、そこは注意してください。で、機械コースはまあさっき言ったように、課題の解決、問題の解決能力を身につけてもらうと。で、そのためには想像力がいるよねというのと、まあさっき出てなかったので、何も全部ゼロから新しく生み出さなくてもですね、いろいろな知識を身につけて、それをうまく組み合わせて新しく解決方法を提案するっていう、まあそれが想像力かと言われると完全に新しいものではないので、区別する場合もあって、そういうのを編集力とかいうようなこともあります。まあそういう力を修士課程2年間を通じて、身につけてもらいたいなということでございます。
以上で機械コースの説明を終わりにいたします。皆さん、はじめまして、こんにちは。私は、エネルギー情報コースの副主任を担当しております、野崎です。所属は工学院機械系で、エネルギー情報コース担当、副担当が機械コースということになります。で、このエネルギー情報コースというのは、2024年の4月から、新たに、生まれ変わって、内容が、より、豊富になったという、変更が行われたんですけども、全く新しいものができたというわけではなくて、2023年度まではエネルギーコースということで、研究及び教育を行ってきましたので、その点は安心して、興味のある方はこのコースを選んでいただければと思います。で、皆さん入学した後は、工学院の機械系に所属するんですけども、その後、例えば機械コースか、あるいはエネルギー情報コースを選ぶ。それ以外のコースももちろんありますけれども、今は私はその中のエネルギー情報コースの説明をしているということです。で、他のコースとも共通はしているんですが、このコースもですね、いろんな学院や系の、違う分野の、勉強している、先生や、学生とですね、一緒に共同で、研究や、勉強ができるというのが大きな特徴になっています。で、最も分かりやすいところは、講義の内容かと思いますが、修士の論文、修士に関しましては、そうですね、一つ一つ詳細説明するちょっと時間はないんですが、エネルギー学理講義群というものがありまして、このタイトルから分かりますように、いわゆる、理学工学系のテーマに対して、いろいろなエネルギーの、工学の勉強をするというものと、あとエネルギーの問題というのは、工学だけでは解決できない問題もたくさんありますので、経済とか社会科学的な、観点から、エネルギーの勉強をしてもらうという、こういう講義本がありまして、そこから4単位を取っていただきます。でそれから、エネルギー情報コースに変わったということで、新しい、講義といたしまして、ビッグデータ科学講義というものもあります。ここから2単位。詳細は、簡単に後で説明いたします。それと、機械系、工学、失礼しました、エネルギーコースなんですが、皆さんは機械系に所属するということで、その所属する機械系の、専門学理講義本と言われるところから4単位を取ります。でほとんどの皆さんが、修士を卒業して、終了した後は、就職をすることをおそらく希望していると思いますが、中には博士をに進学したいという人もいると思います。でその場合には、修士と博士一貫したプログラムで、講義を受注することもできますので、その場合には、入学した後に指導教員の先生と、よく相談していただきたいと思います。あと、特に博士の場合には、いろんな奨学金に進学したり、あるいは博士に進学するにあたって、例えば研究論文を書いたりということで、いろいろ計画的に物事を進めた方がいいんじゃないかなと思うところがありますので、いずれにしても修士に合格した後、先生に相談してほしいと思います。で、講義の内容ですが、皆さんは機械工学の勉強してきた人が、今は、今日講義参加している人はほとんどだと思いますが、このエネルギー学理講義群というのは、例えば熱力学とか、ヒートポンプといったような、皆さんがこれまで勉強したことがあるような、テーマの講義もあるんですけども、それ以外におそらく全く初めて勉強するようなタイトルの講義もあります。で、科学とか材料関係の講義だとちょっとついていけないんじゃないかというふうに、心配するかもしれませんが、それはですね、違う分野の学生が、履修するということを、ある程度想定した上で講義が出来上がってますので、比較的、受講しやすいような内容の講義になっています。で、それから、一般財団法人の記録を、になる、科学技術特論というものもあって、こういうところから4段を取っています。タイトルだけ見ると、どれも面白そうに見えるんですが、これを全部ですね、履修すると、講義だけですごい大変な量になりますので、あまり無理をせずにですね、バランスよく、履修計画を立ててもらいたいと思います。で、同じくこの、エネルギー学理講義群というものの中には、先ほどちょっと説明したような経済とか社会科学をテーマにしたような講義もありまして、これは一橋大学の先生に講義をいただいて、皆さんはそこで勉強するということになります。
で、これが2020年から新しい目玉になる一つ、講義の一つになりまして、いわゆる実習系の講義で、まあ、東工大の中には、例えば太陽電池だけでだいたい1.4メガワットぐらいの発電容量の太陽電池がありまして、で、そのうちのですね、だいたい45%ぐらいに相当する太陽電池が、この、エネルギー、環境イノベーション棟という新しい建物のところに、こう、張り巡らされています。で、これが、大井町線で、こっちが、大岡山駅。で、こちらが、緑が丘の駅になります。まあ、もしかすると、この建物に気づいている人もいると思う、いるかもしれませんが、こういったですね、あとバッテリーとかエンジンとか、こういったキャンパスの中にはエネルギーの情報を収集して、それを解析して、効率よく運用することで CO2 の排出量を下げようという、まあ、こういう取り組みなんですけども、まあ、そのためには、個々のデバイスの、まあ、動作原理を理解するという、まあ、工学的な勉強だけではなくて、こういうたくさんのデータを、情報を収集して、処理をして、上手に運用していくっていう観点からの、まあ、エネルギーの問題に取り組む、そういう内容の講義になっています。非常に面白そうで、たくさんの学生が、まあ、履修したいというのは、そういう希望が出てくることを想定しておりますけれども、まあ、実習系の講義で、まあ、リソースにも限りがありますので、受講したい人が全員受講できるということにはおそらくならないと思います。まあ、したがって、エネルギー情報コースに所属している学生がおそらく優先的に、まあ、この講義に参加できるんじゃないかなというふうに想定しています。で、それ以外にも、まあ、分野を問わずですね、いろんな分野から学生が集まって、こういうポスター形式、まあ、プレゼンテーション形式の、授業もあります。で、皆さんは就活とか授業とか、まあ、いろいろ座学とかですね、まあ、そういう分野だけではなくて、研究活動も非常に重要な、まあ、その修士の過程の勉強の一つの過程になっていますので、ちょっと研究が進んでないなということになると、こういうポスタープレゼンテーションが結構するのは非常に難しくなってきますので、まあ、講義も、研究も、まあ、バランスよく皆さんには勉強もしてもらいたいと思います。で、エネルギー情報コースに所属するためには、機械系のここに名前がある先生方、詳細はですね、募集要項を確認していただきたいんですが、これらの先生を選んでいただくと、まあ、エネルギー情報コースに所属できるということです。で、ちなみに、エネルギー情報コースだけではなくて、もちろん機械コースに所属することもできますので、間違いのないように先生方の所属する、希望する研究室を選んでください。で、まだ入試まで時間ありますので、まだどういう研究室に行こうかなと考えている人は、ぜひ研究室を訪問していただければと思います。以上になります。ありがとうございました。はい。共有停止します。はい。では引き続きまして、エンジニアリングデザインコースの説明に移ります。それでは、エンジニアリングデザインコース、まあ、機械系エンジニアリングデザインコース担当の坂本から説明をいたします。足利先生、見えてますか？画面。はい、大丈夫で見えしょておうか。りまそれでは、エンジニアリングデザインコース、まあ、機械系エンジニアリングデザインコース担当の坂本から説明をいたします。足利先生、見えてますか？画面。す。はい、大丈夫で見えしておょうりまか。す。はい。エンジニアリングデザインコース、まあ、長いので ESD コースと私たちよく呼んでおります。はい、ESD コースの説明を始めます。よいしょ。で、先ほどの、エネルギー情報コースと同じく ESD コースも、まあ、学院横断の複合系のコースです。機械系からも進めますけれども、システム制御系、情報通信系、経営工学系、そして別の学院から建築学系と土木環境工学系と有機理工学系という、まあ、いろんなところから学生さんが集まっていまして、工学院と環境社会理工学院の、まあ、学院横断のコースとなっております。いろんなバックグラウンドの学生と一緒に学べるというメリットがあります。さて、 ESD コース、私たちは多様化複雑化する、まあ、社会の諸問題を解決するために、まあ、エンジニアリングの知識とスキルを活用することによって、製品とかサービスとかシステムをデザインするんだと、まあ、そういうことに興味を持っている教員とか学生が集まっているコースとなります。とはいえですね、集まる学生は、
学部時代にデザインを勉強していましたという人はほとんどいなくて、みんなですね、ほとんど知識のない状態で修士課程に入ってきますので、特に修士の1年間ですね、修士1年の1年間で、デザインを学ぶ授業が充実しています。このデザイン思考教育実践のための授業群というのがありまして、特に第1クォーター、このデザイン思考基礎というのは必修で、全員がですね、まずデザイン思考のプロセスを、基礎から学びます。その次の第2クォーターから少し応用編になるのですが、まだ練習問題ですね、エンジニアリングデザイン応用という授業で、練習問題をこう解いてグループで、ちょっとデザインしてもらって、でその知識をもとにですね、いよいよ後期になりますとエンジニアリングデザインプロジェクトというのが始まって、これが協力企業から課せられた個別テーマに各グループが取り組んで、新しいプロダクトを企業に提案してもらう、そこまでやってもらいます。このホップステップジャンプでですね、いろんなバックグラウンドの人が共にデザインができると、そういうエンジニアリングデザインのスキルを身につけるようなカリキュラムとなっています。でこの後期のエンジニアリングデザインプロジェクト、の修士1年の後期のこのエンジニアリングデザインプロジェクトでは、いろんな企業からの課題をもらうわけです。でそれを解決するチームというのは、東工大からももちろん参加してますが、多大からもメンバーがいまして、武蔵野美術大学、多摩美術大学、昭和女子大学からもチームメンバーが集まります。でこのテーマを出している企業の人も、メンターという形でチームに入ってもらって、このメンバーでと共にですね、ぐる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 デザイン思考のプロセスを回して、最後には新しいユーザー体験、今までなかったユーザー体験をデザインするというのと、実際に機能するプロトタイプというのも作ってもらいます。はい、でどんな需要が あれば、そんな企業にプロダクトの提案までできるのか、なかなか想像つかないと思いますので、今から2分半の、動画を、プロモーション動画を見てもらいます。それを見ればだいぶイメージがつくと思います。ちょっと再生します。iPhone とか iPad とか、ああいうものも問題がこんなところにあるんだっていうのを気づいた人たちがいて、あの形になったっていう、でも我々はその舞台裏に入って、それを作る側にやっぱり回って、世の中をより良くしていく。やっぱり三者三様、立ち位置が違うし、守らなきゃいけないことも違うだろうし、大事にすることも違う、そういう違う価値観の人とやるできるっていうのは、なんかそういうヒントがあるのかなというふうに思ってます。どうしてもやっぱり自分から能動的に行動しなきゃいけないっていう意味ではすごい変われますし、やっぱりそういう意気込み持ってきてる学生が多いんで、どうしてもそれに引っ張られて、こっちもどんどんやる気も出てくるし、それに外部から入ってくる子たちの考えてくれるっていうのすごい刺激的で、やっぱりなかなかできない体験させてもらってるなっていうのは一番魅力だなって感じます。彼はなんかウェブ系に着目して、これをテーシングするよっていう説明なんじゃないですか。大学でやっぱり勉強するところなんですけど、勉強だけじゃもったいないと思うんですね。勉強を超えた何かっていうのがあるとしたらここ でその中でちゃんとステップが踏めるっていうのは、ここのコースの魅力なんじゃないかと思います。スポンサーの方々から課題をもらって、そのために何かをするということで、とても重要なポイントだと思います。と普段自分たちが普通に生きている時って、どうしても自分のことばっか考えることが多いんですけど、結構この授業、人にインタビューして、その人が何考えているのか、自分じゃなくて人を考えるっていうのが多分楽しいところなのかなと思ってます。いろんなそれぞれ別の環境で学んできた人たちや社会人の方たちが一緒に何か一つのものを作る、それがここの授業の魅力かなと思います。恥を捨てる、イノベーションファクトリーだと思います。男女比4:1、希望だね。大学生の生き方です。自分を知ること、賢くバカになる、自分の限界がもっと広がる、エンジニアリングデザイン講師へようこそ。ということで、だいぶ重要な雰囲気分かったと思います。社会人と美大生が、どう東工大生と協業しているのか、イメージがついたと思います。でこれ、2023年の2月の最終発表で出てきた一つの例ですけれども、ユニットガーデンという YKKAP さんと一緒に、作った、
プロダクトで、庭がこうユニットになっててポコポコ入れ替えることができるというものでしたね。でこれまあ、これを提案するまでにはちゃんとユーザーのリサーチをして、で、プロトタイプを実際のユーザーのところ持って行ったり、企業の人に相談と一緒に作ってですね、実際に最後のプロダクトの提案まで行きました。これ2023年の3月から5月に、二子玉川の蔦屋家電プラスで展示もしていました。これちょっともう終わっちゃいましたけども、まあ、これぐらいのことが、ほとんどのメンバーはデザインをこの修士1年から学び始めた、そういう人たちが集まってもここまでできるわけですから、きっと皆さんもここまでできると思います。はい。で、エンジニアリングデザインコースの、まあ、パンフレットとか教員の紹介というのはホームページにあって、ESD コース独自の、ページの方はこういうデザインですので、ちょっとこのページを探してここにたどり着いてください。教員はですね、指導教員が機械系エンジニアリングデザインコースの、担当でないとエンジニアリングデザインコースに来れませんので、まあ、そういう教員どんな人がいるのかなってぜひ探してみてください。あとは先ほどのエンジニアリングデザインプロジェクトはですね、各チームのプロダクト最終発表をすべてブログという形で公開をしていますので、先ほどのページからたどれますし、まあ、Google 検索していただいてもこの Medium の、ブログのページに、全チームのプロダクトを紹介しています。はい。激動の世の中を楽しくたくましく生き抜くための知恵と経験を得るために、ぜひエンジニアリングデザインコース進学を検討してみてください。以上です。それでは次はライフエンジニアリングコースについて説明いたします。ライフエンジニアリングコースというのは、まあ、こちら冒頭に書いてありますように、人の健康を守り、人に優しい、持続的な社会の実現のために科学技術の発展に貢献をするというのが、まあ、このコースの目的です。まあ、機械系じゃどういうような立ち位置なのかと。ここではですね、機械系では医療、福祉、バイオ、人間工学、等の研究をこのライフエンジニアリングコースでは行っています。例えば小さなところですと分子デバイスとか細胞4マイクロ粒子、バイオメムス関係の研究、それから人間の体のレベルとなると例えば医療ロボットですとかセンサーの研究、それからそのシステム全体のような話になってくると例えば安全設計あるいは人間工学といった分野の研究、このように機械なしではできない、まあ、細胞組織人体レベルの研究というのを機械系のライフエンジニアリングコースの面々は行っております。で、東京医科歯科大学や国内外の研究所との共同研究と書いてありますけども、実はこの後少し説明しますが、医科歯科とはですね統合してこのコースはその中心的な役割を果たしていくことになります。で、そのライフエンジニアリングコース、複数の学院を横断する複合コースです。工学院だけじゃなくて、物質理工学、生命理工、それから情報理工と。K で言ったら、機械、電気、電子、情報通信、材料、応用科学、生命理工、情報工学と。さまざまな K がですね、このライフエンジニアコースに入っておりまして、広く、浅く学ぶというのが一つ特徴だと思います。で、2025年4月からは、東邦大は医科歯科と統合した後ですね、4月からはですね、このライフエンジニアリングコースは人間医療科学技術コースというふうに名前を変えまして、医科歯科の、まあ、医師学総合研究科、それから保健衛生学研究科と一緒になりまして、で、まあ、一つ その大きなそのコースとなって、動きます。こちらにありますけども、分野は今までの機械や電気電子情報な材料などに加えてですね、こちらありますが、医学とか歯学とか検査技術、看護学、そういった新しい分野もですね、加わってくることになります。で、人間の健康、医療、環境に関わる、様々な課題を解決することのできる人材育成を目指すというのが、この新しい人間医療科学技術コースの目的となります。で、この、まあ、特徴なんですけど、このコースの特徴はそれぞれの専門を基盤にしてまず幅広く学ぶ、また分野間の交流っていうのを非常に重視しています。その中、交流等を通じてですね、企画力、リーダーシップ力、コミュニケーション力っていうのを養成し、ものづくりを基盤とした企業や医療機関との、緊密な連携を通じてですね、人の健康、医療、環境に関わる科学技術の融合を目指すというものです。修士課程はですね、30単位以上で修士
が取れるんですけども、まあ、研究科目、それから関連科目、それから共通科目という形で、さまざまな分野の、その授業を用意しております。その中でも特徴的なものをいくつか説明します。ライフエンジニアリング実践プロジェクト。これはですね、異分野の研究室に短期間滞在して研究活動を行って、まあ、そこで単位を取得していくと。例えば、機械系の人がですね、生命系の研究室に行って、その遺伝子関係のことを実験やると。あるいは、情報系の人が材料に行って、材料のことを勉強する。全然違う分野のところに行ってですね、体験をするというのが、この授業の特徴です。それから、ライフエンジニアリング多分野専門基礎第1第2。これはですね、座学の授業を受けるんですけども、やはり自分の分野とは違う分野に出かけてですね、そこで、授業を受けると。ただ、受ける授業はですね、実は学部レベルの授業なんです。全然違う分野なので、いきなり大学院のレベルで受けるっていうのはちょっと難しいので、そこで、まあ、学部レベルに相当するものをですね、大学院生が多分野のものをそれ、まあ、勉強すると。そうやって広く、まあ、知識を身につけていくということです。それからあと、まあ、医科歯科の方からはですね、こちらにあるような基礎医学系の、授業ですとか、あと臨床に関連するような授業が開講されるということになっています。それから、あとアントレプレナーシップ関連の科目というのも非常に充実させています。デザイン創造基礎、デザイン創造フィールドワーク、デザイン創造実践、事業創出マネジメント。これらすべてですね、そのバイオ、医療、ヘルスケア、環境系をテーマにしたアントレプレナーシップ養成と、将来、その起業家を輩出することを目指して、あるいは起業家マインドを持った人を養成することを目指した授業です。この、ライフエンジニアリングコースで身につく力ですけども、ヒューマンサイエンス、医療、健康、食品科学、環境、生命倫理に関するような知識、そして課題を解決する実践力、コミュニケーション力、リーダーシップ力等をですね、身につけていくことが可能です。以上、簡単ですけども、ライフエンジニアリングコースで新しい自分の可能性を見つけてください。以上となります。原子核工学コースの副主任の木倉と申します。よろしくお願いいたします。原子核工学コースは、先ほどから説明があったような複合系コースで、機械系ばかりでなく、電気電子、材料、応用科学、融合理工学系からも入学できます。で、この原子核工学コースは、原子力分野で最先端の研究を行っています、ゼロカーボンエネルギー研究所と密接な関係を持ちながら運営されています。で、原子核工学コースでのこの教育プログラムも、この研究所での最新の知見が反映されて、修士研究や博士研究も、この研究所での研究活動に密接に関係した研究テーマで行うことができます。で、すなわちエネルギー全般から原子炉はもちろんですけれども、原子力セキュリティ、核燃料サイクル、放射性、廃棄物、除染、廃炉、地層処分、加速器、核融合プラズマ、放射線、生物や医療環境応用などがその一例です。で、原子核工学コースは、その理念といたしまして、原子核エネルギーと放射線の有効利用で社会に貢献するということで、先ほどもどちらか ありましたように、ホップ、ステップ、ジャンプ、我々もホップ、ステップ、ジャンプの教育を行っています。すなわち、まずは体系的な総合工学の研究、教育プログラムとして、基礎専門科、専門科目として高度な専門知識を学んだ上で、実験、実習を用いて実践的な経験を植え付け、さらに、このゼロカーボン研究所において、最先端の研究を行うことができます。
で、原子核コアコースに入るとですね、一つの研究室にまず行くのではなくて、いくつかの研究室を回るマルチラボトレーニングというのを行います。また、国内インターンシップ、国際会議、セミナー等の参画運営をすることはもちろんのこと、国際的な教育実践教育への展開として、ウィーンの IAEA のインターンシップや核セキュリティなどの実習やインターンシップ、また、MIT への学生の交換なども行うことも行っています。機械系の研究室は2つあって、私、キクラと近藤の2つの研究室がございます。また、原子核工学コースですけれども、大体ですね、修士、博士合わせて50名から60名の入学者がいて、で、意外とですね、他外学の学生が多くて、半数以上が組むんですが、女子率もですね、平均 16% と比較的多い分野でございます。で、原子力というと、原子力関係だけに、就職するというわけではなくて、いわゆる東芝とか、こういうようなところですね、いわゆる機械系に関連するような企業にどんどん就職しているという状況です。本コースに興味を持ちましたら、コース説明会はちょうど終わったばかりですけれども、キクラまで気軽にご連絡ください。原子核工学コースで切磋琢磨して地球の未来のために世界に飛び出してみませんか。以上です。では大学院の入試そのものについてご説明します。もちろん修士課程の入試のことです。で、繰り返しになりますが、機械系の履修コースというのはこの5つです。で、ライフエンジニアリングコースは、10月入学の人はライフエンジニアリングコースを選ぶことができる。で、来年の4月入学の人は、ライフは選べなくて、人間医療科学技術コースを選ぶことができるというふうになります。それから、ちょっとここには書いてませんが、もう今年の10月で、東京工業大学という名前から東京科学大学という名前に変わりますので、合格して入学する人は、東京科学大学に入学することになるということをご承知おきください。で、学位はもちろん修士です。3種類あります。修士括弧工学、修士括弧理学、修士括弧学術。まあ、これは修了するときに選ぶと、指導教員と相談して選ぶことになります。で、受け入れ可能予定人数は185人ですが、まあ、例年ですね、200名程度の合格者がいて、そのうちある程度の数の人が入学を辞退して、まあ、大体185人に近い人数になるということです。で、さっき学士課程と修士課程の規模の話をしましたけれども、機械系の学士課程の4年生は、まあ、130人ぐらいだと思います。ですから、それに対して、こちら185人っていうことですんで、いわゆる他大学から受験する方も十分にチャンスがあるというふうに思ってください。で、入試の日程はもうこれは募集要項に書かれている通りで、余分に説明する余地がないんですが、一応書いておきます。あります。で、もうこれ、昨日終わっちゃってるんです。説明しても意味がないんですけれども、学士課程の卒業、あるいは卒業見込みの人でない人は、出願資格審査というのがあったんですけど、まあ、昨日までにということでした。で、ですから、重要なのは、出願そのものですね。これが6月の6日から12日の間ということになっていますので、で、インターネット
で出願するということになってますから、気をつけてください。で、出願が受け付けられたら、7月4日に受験票がやっぱりインターネットで、閲覧して印刷をするということになります。で、この時にこの後で言う A 日程、B 日程、2種類の試験のどちらの受験になるか通知がされます。で、7月13日に A 日程の口述試験というのを行います。で、その結果通知は、7月26日午前9時ごろ、これもインターネットで、公表されます。で、次、ここで切れますね。ここで一旦切れて、8月8日までに、この B 日程の筆頭試験の受験資格者を発表します。これは機械系のウェブサイトで発表します。で、筆頭試験は8月16日、それから、その後、筆頭試験を受験して、その後さらに、B 日程には口頭試問というのがあります。それの受験資格者が8月20日お昼までに、発表されます。これも機械系ウェブサイトです。で、23日に口頭試問を行って、一番最後、最終的には9月4日に合格者が発表されます。で、A 日B 日程で合格内定になった人は B 日程は受験しなくて構いません。でも最終的に正式な合格発表というのはまとめて9月4日にやります。で、A 日程で合格内定にならなかった人は B 日程の試験を受けていただくことになります。よろしいですね。まあ、要は A 日程と B 日程の2段階あって、一部の人は A 日程の試験を受けることができて、そこで合格内定になることがあるという仕組みです。で、それぞれ A 日程、B 日程の試験内容、これも募集要項の通りですけれども、簡単に言うと、口述試験、A 日程の口述試験は要するに面接です。それから B 日程は、最初に書類選考ってあるんですが、これはおそらく選抜することがありますと書いてある通りで、数年前のコロナの時の対応であって、今年はこれは可能性が低いと思ってください。つまり全員受験できるというふうに理解してください。で、筆頭試験、必ずじゃないですけどね。で、筆頭試験が行われる。材料力学、機械力学、熱力学、流体力学に関する規則的な知識及び理解を問う問題で、問題の選択はありません。この4科目のです。つか、配点は、この4科目で全体で400点、それから別途提出していただく外部英語テストのスコアというのを100点に換算して、これで総合的に、点数を見ます。で、まあ、ここにも正し書きがありますけれども、まあ、今の状況であれば、筆頭試験を中止するという可能性は低いかなと思っております。で、口頭試問、B 日程には口頭試問というのもありますが、ここも、いわゆる面接だと思ってください。で、ただ、学力は見ません。A 日程では学力と適性、適性の漢字が違いますね。それから、ですが、こちらはもう学力は筆頭試験で見ますので、研究能力並びに適性と。いうことになっています。で、機械系のウェブサイトって何回か出てきたんですけれども、ここにも出てきましたね。機械系ウェブサイトというのが出てきましたが、それはこちらです。ここに、
ここに、まあ、例えば、修士課程入試説明会、今回の説明会の情報を掲載しましたというのがありますが、ここのページに掲載されます。URL はここに書いてある通りです。で、その、まあ、メニューで言うと、こちらの大学院入試というところをページを見ていただくと、まあ、大学院の修士課程の入試に関する情報がここに掲載されます。それから、もう一つ、ここの担当教員一覧のところを見ていただくと、それぞれの研究室の教員で、例えば、まあ、ここには野崎先生が出ていますが、ここの野崎研究室というのをクリックすると、もう少し研究室のウェブサイトで詳しいことが出ているという仕組みになっています。で、さっきちょっと触れました外部英語テストですけれども、出願するときにスコアの原本を提出するのを必須としてますので、ちょっともう5月の中旬になってどうかなという時期になってるんですけれども、まあ、これ募集要項に書いてある通りですが、このスコアシートを提出できないと、もうその時点で、残念ながら受験の出願書類が足りないということになってしまいますので、まあ、今からちょっと注意しても間に合わないかもしれませんが、忘れずに対応をお願いします。それから過去の問題についてはここのウェブサイトに、出ています。これは機械系のページじゃなくて東京工業大学のページに、出ています。で、この4年分のが出てます。令和2年度はコロナの影響で筆記試験やりませんでしたので、問題もありません。それから令和5年度の試験から、筆頭試験の科目が変更になっていて、まあ、今先ほど説明したようなこの4科目で全部必須ということに変わっています。で、もう説明会今日が3回目で最後ですね。で、研究室のことを知りたければ研究室の説明会に参加してください。で、先ほど紹介した各教員のホームページに基本的には掲載するようになっていますので、そちらで、まあ、希望する研究室について知りたければ、その研究室の説明を聞くようにしてください。以上で、まあ、簡単ですけど基本的には募集要項の通りの説明になっていますので、ちょっと私が漢字を間違えたところもあったりしましたけれども、募集要項でしっかり確認していただければ問題ないかと思います。以上で説明を終わります。